件、あのフランスにがあれ逃げてるやつ、ダンケル。ああダンケルね。ダンケルいいよ。あれね実際は今マキアワトロスロー多いんだけど、ああこんな緊迫したあれなんじゃなかった。そうだってあれはあれ空中戦だよ。本当は、うん、本当は空中戦だけど1しかないレンタル超安くて、ね、だけどそこがいいのよ。初めて感心したよ。インターステラーもずっと見てきたし、まあ、インセプションも見たけど、まあ、そんなこと言って、まあ、意見違うから、ちょっとあんまり褒められたんだけど、だけど好きだから見てきた。好きでもやっぱり、映画的はどうかなと思ったんだけど、統合撮影しようとして撮ったんだよ。そうだね、そういうふうには言える。だから、シリフトはあんまりこだわってなくて。まあ、映画って事実関係ないよ。あ、まあ、それ、じゃあ、俺も随分映画の話してたからね。あれ、自然的に、あれ、正しいと思うときに、まあ、あなたも、いかないと思ったら。ああ、また。あの、希望の方行きましょう。これ、まあ、一応ノルマっていうか、あれは、はい、
ろいろちょこちょこっと見せて勉強したりして。党内の承認を得まして、原発を止めるための、そして省エネ再エネをしっかり伸ばして、本当に持続可能なですね、いい日本を作るための法案を3月9日今予定をしています。3.11の前にですね提出をいたしますので、どうか皆さんご期待をいただきたいと思います。本当にこの過程ですね、全国私走り回りまして、14カ所でタウンミーティングを開きました。1500人お集まりいただきまして、皆さんにご説明をいたしました。多くの皆さんが本当に賛同してくださった、喜んでくださいました。私も本当に嬉しかったです。200人に近い方からいろんな意見をいただきまして、私たちの提案も修正、そして昨日の法案提案にたどり着きました。皆さんと一緒に作った法案、堂々と国会に提出をして、なかなか審議は難しいかもしれませんが、何とも目指してまいりますので、どうか皆さんと一緒に進ませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。